どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをねやっていきたいと思います。さあ、今回もねウィッチクラフトデッキやっていきたいんですが、多分これこの動画の1個前くらいに多分もう1個ウィッチクラフト出してると思うんだけども、あのねウィッチクラフトデッキに相性が多分いいのはこいつっていう話をしたんですけども、召喚者アレイスさん、これも相性いいんですよ。サイレントマンションもまあ和方使いなんでね、まあ一応その大量に横に2体展開するっていうのがちょっと難しいので、今のこの現状だと。なのでまあ初手でマスターベイルとサイレントマンションを出すのはちょっと難しいんだけど、まあ一応頑張ればできますけどね、あのサボタージュとか使えば、なんですけども、これね結構相性がいいのは、例えばあと今回抜いちゃったんだけど、あのサイレントバーニングとか、バーニングってさ、あの手札から捨てると手札から捨てるとっていうか、墓地から除外すると、これねこれとかだと墓地から除外するとサイレントマンションサーチするってこと思ってるんで、これのサイレントバーニングを例えばシュミッタで捨ててサイレントマンション持ってきて、でまあシュミッタリリースしてなんかサイレントマンション出したりとかしてもいいし、普通に、ベール出して次のターンに展開してもいいしみたいな、サボタージュで蘇生してサイマジ出してみたいなことしてもいいしみたいな感じで、今日はもうね全部入りです。まあスイッチクラフトのベールは魔法モンスター効果を無効にできるから強いよと。でアレイスターは、まあ、炎と水がいるから、その大先生2体が、出せるので強いよと。でサイマジも魔法無効にできるから強いよと。だから強いカードと強いカード、強いカードをとりあえずぶち込んだっていう、ほんと小学生が考えたみたいなデッキを今回は作ってきたんで早速ねデュエルしていきたいと思います。でスキルは魔法の使い手にします。今回はちょっとね、魔法カードが少しモンスターが多くなってるんで、魔法カードが引かなくなってるとちょっと困るから、まあ一応これ試し中ですね、スキルは。はい、というわけで早速ね、アップアップガールズデッキやっていきましょう。シュミッタマジで可愛い。デュエルスタート。さあ、スーパー激方お姉さんたちのコラボレーションも見せていきたいなと、思います。これアップアップガールズからいくか。アップガールズ A からいこうかな。まあ赤が引いてるといや強いですね。シュミッタからいくとやっぱ魔法カードが1番増えるんで、でベール特殊召喚で、シュミッタ効果、まあ、サイレントマジシャンがねちょっとどうかっていうところはあるね。2体並ぶのはなんだろう、展開手札から展開できたり蘇生したりするパターンの時なので、まあ初手でサイレントマジシャンとウィッチクラフトベールを2体並べるっていうのは少しハードルは高いです。少しハードルは高い。2体並べるっていうのが先行でね、少し難しいので、なんですけど、まあまあ2ターン目以降であれば全然大丈夫みたいな感じかな。初手はやっぱベールが一番安定かなっていうのは思いますね。はい、来た、モーレフ来た、おじさん来た、おじさんの効果無効、おじさんの効果は無効にできる、これ強い。おじさんの効果無効にできるの、これ強くない、これ裏にする効果無効にしますからね。であとはトラップカードをなんとかしたい。コズミックサイクルは引けない。ではですね、まあ、とりあえずピットレ召喚しましょう。ピットレを召喚して、でピットレに罠を打ってくれるんだったら、まあリクルートすればいいんで、まあそんなに、関係なくて、ピットレもねシュミッタもメインフェーズだったらフリーチェーンで変身できるんでね。ピットレめっちゃ可愛いよね。そんなどうでもよくて、ピットレ先か、ピットレ先にこれかぶってるからサボタージュは1枚しなくていいで、ピットレリリースしてシュミッタ出しだな。でだこれやっぱ魔法確保できるからサイレントマジシャンと相性がいいんですよね、結構ね。でシュミッタリリースサイマジで、これでシュミッタ墓地いったんでシュミッタ効果使って、まだ持ってないやつはなんだっけ、煉獄、なるほど、煉獄は強いが、まあ、これ破壊されても大丈夫、それ破壊されても大丈夫。ちなみになんですけども、ベールさん煉獄効かないんですよ。攻撃力が正しかないから結構強いですよね。煉獄の落とし穴に引っかからないっていう。でだ、モンスターが無効にするからこれは突破できる。シュミッタ効果だけ発動しておきましょうか。シュミッタ効果、墓地から除外するとデッキからウィッチクラフト魔法トラップカード、もしくはモンスターをウィッチクラフトカードを墓地に送ることができる。デモンストレーションがまだ送ってなかったよね、確か。そうだね、
これさ似てては分かんないんだよね。なんか絵柄似てて分かんないってない、絵柄似てて分かんないんだよ。でちょっと計算するか。ディスティニードローがされなければいいから3500、これ打点上げてはいけないか、打点上げて5500にするとディスティニードローが入っちゃうから、ちょっとそれは嫌だから、普通にサイレントマジシャンで殴るが一番正解かな。うん、そうだね。で、モンスター効果を無効にできる。OK。問題ない。さあ、沈黙のサイレントバーニング。さあ、使えよ、モーリフの効果をよ。あーボールーくっそちっきしょ、やりやがるぜ。シードするぜ。いや、でも大丈夫。そんな簡単に、まあ、モンスター効果は一回無効にして、まあ、サボタージュで回収していくし、デモンストレーションも回収されるんで、ひたすらに魔法カード増えます。手札に。無限に。よし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 。強いぞ。これは強い。どんだけ手札増える？ OK？ で、これで、実質今、サイマジの守備力は、今1000しかないんですけども、実質4000あるんで。今、サイレントマジシャンの守備力、今、皆さん、いくつに見えてますか？ 1000 に見えますよね。これね、今ね、4000なんですよ。4000なんです。バトル？何？お、殴っていいのか、そんなダメージ計算いいっすか、自分。ウィッチクラストマスターベルの効果を発動。魔法カードを相手に3枚見して。はい！バイーン！クリボール何枚あるんだろうな。まだクリボールあるんだから。ちょっとマスターベルの効果で、一応おじさんの効果は無効にできるんで、まあ、それで、裏側になることはないですね、このモンスターたちは。裏側になることはない。さあ、召喚マジと来た。さあ、攻撃表示にサイレントマジシャンを変更していく。さあ、こいつも攻撃表示に変更していく。さあ、全員で殴ってどれかが通れば俺は勝ちなんじゃないか。さあ、2連打を可能にするやつはどれだ。これか。わかんねえんだよな、これ。絵柄が似ててわかんねえんだよ。絵柄が似てて全然わかんねえっていう。さあ、バトルしていくけどいいか。いいな。バトルフェーズ入っていく。さあ、ウィッチクラフト、ウィッチクラフトってなんだ、ウィッチクラフトマスターベールの攻撃。さあ、この時に自身はアンティークギアリアクター、リアクターじゃないな、アンティークギアアルティメットゴーレム化し2回攻撃をすることができちゃうよ。さあ、そんな効果は無効。そんな裏趣味なんていうクソ陰キャ効果は無効。まあ、どっちかっていうと俺の方が陰キャ。ダメージ計算直前、自分いいっすか？おりゃーてっ、てっ、と対戦あざーす。さらに今のは4000でもう一回攻撃できます。強すぎますね。さあ、お相手の方、ヘルカイザー量わかんねえんだよな。ヘルカイザー量わからん。月光なのか、サイバーなのかわからん。サイバーだった。もう分かんないのが一番強い。コアから入んないから多分これ弱い。あーでもちょっと強い。肉声はちょっとだけ強い。さあ、私のターン。サボタージュ、なるほど。ウィッチクラフト、シュミッターの攻撃表示召喚し、まあ、分かり手は多分ここで多分、オーバーフロー打つみたいなプレイングかな。分かり手であればね、多分マスターベールが出るとモンスター効果無効にされるんで、まあ、サイバーロードフュージョンじゃなくて、なんだっけあれ、オーバーフロー、サイバーデックオーバーフローがあるかどうかって話はあるんだけど、まあ、これで着地できたらいいな。これで着地できたら全く問題はない。で、クラフトマスターを出していく。クラフトマスターってなんか、クラフトマスターってなんかめっちゃあれだね。何？クラフトマスターってさ、めっちゃフォートナイト上手いやつみたいになってない？なってないか。ピットレ効果発動していく。デモンストレーション。さあ、ここまでやってこいつを底なしとかされるときついぞ。入ってないことを祈る。よし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 、大丈夫だ、多分大丈夫。ウィッチクラフトがいないとね、回収できないんで、そこだけ注意ですね。ウィッチクラフトシュミッターの効果を発動。これあとね、サイバードラゴンっていう、まあ、モンスターが手札にいると、それはそれできついんだけど、ちょっと待ってね。だからこれでいいんだ。で、絵が似ててね、そのパッと見だとわからないんだよね。で、多分これ、
オーバーフローあったら打ってくると思うから、オーバーフロー打ってくると思うから、打ってくるのであれば、ちょっと手食い技なんですけども、あーオッケー、オーバーフローで、ここでベールの方が使って、これでサイバードラゴンにならないんで、フィールドのモンスターが。だから多分オーバーフローのコストが手札からなければ、めぐるは別にただあの手札がサイバードラゴンだとやばい、あの手札がサイバードラゴンでないことになる。よーし、オッケー、これはテクかった、これは相当テクい、これはテクかったぜ。今ならですね、何をしたかっていうと、サイバードラゴンフィアとかコアっていうのは自身の効果でサイバードラゴンになってるんですよ。でオーバーフローっていうのはサイバードラゴンじゃないと、コストにできないですね。だからモンスター効果を無効にすればサイバードラゴンっていうのはないので、コストにできないっていう、そういうテクイプリングでした。さあバトルフェーズ、しっかりとダメージ計算直前に魔法カードを3種類見して、はい、バイーン、よし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 、オッケー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 。さあ相手融合できない、フュージョンサポートも引けない、コアが引けない、サイバー流など怖くない、コアが引けないサイバー流なんてどうでもいい、三四郎はいい。これフリーチェーンでさ、モンスター効果を無効にできるってクソ強いよな、これ。やっぱベール相当強いぞこれ、さすが10期って感じや。アレイスターを召喚し、アレイスターの効果を発動。さあ君の大嫌いな効果では破壊されないモンスター出てきちゃうかもしんないけど大丈夫？フルカイザー亮君大丈夫かな？最強モンスター出ちゃうよ、オーバーフロー効かないやつ出てきちゃうんだけど大丈夫かな。さあ召喚魔術の効果を発動、フィード上の召喚師アレイスターおよび墓地に存在する水属性モンスターリッチクラフトピットレを素材にし、召喚獣呼吸突大先生を特殊召喚、そして墓地の召喚魔術の効果を発動、自身もデッキに戻しアレイスターを回収。さあオーバーフロー打てるもんなら打ってみろ、またモンスター効果無効にしやるけどな、行くぞヘルカイザー。ひたすらに光ってっけどよ、そのカードは何なんだろうな、ひたすらに光ってはいるがそのカードは何なのか。普通にこれで多分勝ちだと思うんだよな、オーバーフローでも大丈夫だと思う、さすがにこれで勝ちで、ダメージステップまで自分いいっすか、ダメージステップまで自分いいっすか、はーい、はい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 、コンセントなくてごめんねヘルカイザリオくん、はいやべえな、一気逆と。さあお相手の方、もう一人の僕よろしくお願いします、スエル3倍じゃ、もう一人の僕は俺か、相棒だ、相棒さんね、はいはい、シトロムベルク OK、 シトロムベルクいいね、懐かしい身のシトロムベルクいいね、金の城ちょっと強いんですよね、金の城はちょっと強いけど、シンデレラってさ効果無効にしたら直接攻撃できんよな、シンデレラとあれカボチャ無効にしたら、多分ね大丈夫だと思う、多分大丈夫で、ダイザに打点は突破されない、俺4000なんていう打点は突破されないから大丈夫。ウィッチクラフトシュミッター効果発動、サボサージ墓地送って、なんかなんだあのセットカード使え使え、なんか使え、なんかそのセットカードなんか使え、ほら使え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 、お、いいぞ、使わねえか、フィットレ効果デモンストレーションからのマスターベールを特殊召喚、最強モンスター降臨、シャオラー、もう俺マスターベール出せないやん、え、やばい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 ことが起きた、やばいことが起きたぞ、やばいことが起きた、ちょっと待ってくれ、上等したい、なんでどういうこと、
新規の召喚、え、なにこれ、方針、あ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 、ちょっと待って。